はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、前回の続きからやっていきたいと思います。クルルがちょっとスーパーサイヤ人に目覚めたんで、今木をまとってますね。赤いオーラを放って、あ、攻撃モーションを取るとオーラがなくなる。またちょっとメールが一つ来ているので、まあいつものログインキャンペーンですね。ラピス100個2100個、溜まってきたので、ちょっと2回引きますか。あのアイテムとかもね、やっぱ拡張していかないとめんどくさくなっちゃうんで、とりあえず今回のレアガチャは2回1000使うことにしましょう。まず1回目、これは青い。でもこっからまたピキーンってなる可能性もあるからな。なかった、そんな可能性はなかった。またアラジンだ。結構同じキャラ出てくるな。アラジン合成しよう後で。こうなるとね、やっぱりレア5が欲しくなる。まあ何パーセントくらいの確率かは分かんないけど、レア4はな、2人いるからな今んとこ。ここからレア4に、レア4に変わってさらにレア5に変わることとかあんのかな。またアラジンかよ。お前どんだけ出てくんだよ。出たがりだな、アラジン。ということで、レアガチャ2回はアラジン2人でした。じゃあまたマップに戻りましょう。ランゼルト地方の、そう、今のね、体力だとね、ちょっと全部こなせないんですよね、1回で。なんでまあ、できるところまでやって、体力を回復させて、また進んでいこうと思います。あれ？ここ町？普通に。お、バザーがあるぞ。ちょうどいい。俺が水を買ってこよう。もしものことを今から考えるのは俺の仕事だからな。まあ確かにここで水を売ると結構売れそうっすよね。これから砂漠に入っていく奴らが、まあ調達するっていう感じで。ただここの町の人たち動いてないな。いつも足踏みしてんのに。町の人たちは。あの身なり。どう見ても盗賊だな。人を見かけで判断してはいけません。ちょっと聞きたいんだ。この辺で女の子を見なかったか？女の子ってさ、まあ砂漠に入ってくやつらはそんないっぱいいないと思うけど、そんな聞き方だとさ、女の子なんてそこら辺にいるだろう。知らねえな。その女はお前の恋人か何かか？質問してるのは俺だ。見たか見てないかだけ教えろ。偉そうだなおめえは。人に物を尋ねる態度じゃないぞそれは。こっちもお前らに構ってる暇はねえ。ま、ごもっともだな。さっきさらった女たちだけじゃ全然足りないからな。なにー、さらった女たちだと？ほっとこうぜもうそんな奴ら。ラスウェル、水は買っておいた。あいつら追いかけるぞ。ああ、なんで話の概要がわかるんだ。だからもっと早く走れお前らは。砂漠を根城にしてる盗賊か。あ、普通に集落あったな。じゃあこいつを連れていきましょう。相変わらずの体力消費量だな。これだけ探しても見つからないんだ。フィーナは盗賊に捕まった可能性が高い。最悪の展開になったな。いや、そうでもないさ。広い砂漠をしらみつぶしに探すより、盗賊のアジトを探す方が簡単だからな。とは言ってもグズグズしている場合じゃないけどな。ついでにさ、その盗賊からさ、いろいろ物資奪おうぜ。いっぱい持ってんでしょ、だって盗賊相手に情けをかける必要はない。てかこいつ盗賊じゃん。盗賊じゃない、コソ泥だ。盗賊になれなかったやつらか。コソ泥ごときがこの俺に勝てると思うな。うわぁ、一ターンで倒せねえ。しかもジャンプしてきた。そこそこパワーあるな。半分くらいしか減ってないか。
ベインとラスウェルはもうレベルマックスなのに。よーし、さて2戦目、またこそ泥がいる。君たちは盗賊団に入れなかったのかね。でもさ、結構大きめの袋持ってますよね。あの袋の中には何が入ってんだ。それも奪ってしまえばいいのに。魔法を2回使っていこうかな。そうするとその方が効率良さそうだな。うおーっと奥になったな。そう、なんかね、レインカウンターがあるっぽいんですよね。全然確かめてないけど。よーし、完全に盗賊だよな。ぶっ倒してさ、こう宝箱を奪うって。あ、バトル4つあるってことは、ちょっと温存していくか。ここは魔法1回でいきましょう。ってかアンゼルムバブルシャワー使ってこう。でルナもフロストシュート使って、まあ、あとは全体攻撃で攻めよう。くーらえー、うん、減らせられることは減らせられるけど決定的な力にはならないな。おっと、ちょっとレインがまずいんじゃないか。てかクルルもやべえな、攻撃しちゃったけど。ケアルラで回復させとけばよかった。まあ次の戦闘に入ったら一回アンゼルムがケアルラを使いましょう。おーっとっと、ちょっと中級ボスキャラっぽいぞ。バルチャー、なんかバルチャーもさ盗賊っぽいイメージする。おっ、そりゃ飛んでるからやっぱりな、ウィークネス。まあリジェネもかけて、因果応報使っちゃおう。で、何？ブレイジングストームになってる必殺技が。いいなぁ。俺まだ普通のハイヤ切りみたいな感じなのに。目つぶしだと、まためんどくさいものを使ってくるなぁ。バルチャーそんな強くなかったな。普通の敵と大して変わんねえぞ。クエストクリア。4戦あると3つしかないかな。そんなことはない。3戦だと4クエスト、4戦だと3クエストみたいな。よし、クルル 6.6 か。ようやく 6.6 か。ここまで来て、俺の欲しいものはない。塊が欲しいんだ、塊が。あれ、これなんだ、一番上のキャラ、セリアス。魔法キャラか。いや、そこまで魔力高くないな、でも。魔法キャラがいいっすね、魔法キャラ。クジャが覚醒してる。クジャを連れてこう。なんかいい魔法覚えててくれ。フィーナが連れ去られたとしても、まだそんなに時間は経っていないはずだ。今ならまだ助けられる可能性は高い。盗賊のアジトは砂漠のどこかにあるはずだ。盗賊を締め上げて、アジトの場所を聞き出すか。さっさと追いかけてさ、さっきのやつら締め上げればよかったのに。ちんたら走ってないで。クジャめっちゃ覚醒してんな。スーパーサイヤ人2だぞこれ。でも何も覚えてねえ。マジかよ。え、クジャって魔法キャラっすよね。ちょっとね、 FF9 をやってないんでね、わかんないんだけど、見た感じがなんか魔法キャラだからな。521ってめっちゃ食らったな今。クルルがもう少しレベル上げないときついか。うお、ジャンプしてきた。こいつの存在すっかり忘れてた。しかも倒せなさそう。ギリ倒したか。生きてる。またこのパターンかよ。ちょっとアンゼルムで回復させよう。オキャルじゃねえ。お、違う違う違う、ケアルラで一回ケアルラを打って、あとは攻撃と。 OK、
2戦目またコソドロ舞台か。コソドロは必ず湧いて出てくんな。おお、レイン攻撃しちゃったよ。これね、タッチを失敗するとね、攻撃しちゃうんですよ、そのまんま。うわ、また飛び跳ねたか。そうか、飛び跳ねると魔法が無駄になるから、ここのターンは普通に攻撃をしよう。ってことはこの戦闘はもう攻撃重視だな。何、倒せない。敵がなんかだいぶ強くなってきたな。レインとラスウェルをやっぱり進化させたい。ちょっと次は進化させてこようかな。あれ、みんな何やってんのみんな土地狂ったな普通にさ、防御すればよかったのかもしんないけどさ、ああいう行動するか普通におかしいだろう。さあ4戦目だ。おお、まだ3戦目か。そうか、うかつだった。もう4戦目まで行ったと思ったらまだ3戦目か。バブルシャワー、フロストシュートにサンダラで、ファイヤーブリザラと、よし行け。クジャがな、ちょっと微妙だよな。そうすると もしかしたら必殺技が強いのかもしれないけど、おっとっと、毒になってしまった。今飛んでった上に。まあクジャはまだまだ耐えられるな。この魚どんだけ飛び跳ねてるんだよ。ようやく4戦目か。だがサソリ軍団もうアンゼルまた溜まってんな。リジェネを貼っとこう。で、うわあ、また攻撃をしてしまった。で、次はちょっと召喚魔法を使いますか。溜まってるんで。おお、毒割り。ルナティックボイス。ウオタラ。サンダラの。プリザラ、これでいいかな。このターンでね、できれば倒したい。どうだ、いけるか。残ったな。まあ、寝てるか。でもサソリ B が寝てんな。よし、寝込みを襲え。卑怯な手だろうとなんだろうと構わん。サソリ相手に容赦はしない。でもさ、このサソリもでけえよな。みんな毒になってるし。一般の村人ってレベルいくつなんだろう。やっぱレベル1なのかな。でも武器屋さんとかはさ、なんかブロードソードとか普通に売ってるから、ああいうのを買って武装すればそこそこはいけんのかな。いやー、俺が欲しいのないな。なんとかの白塊みたいなやつ、あれがな、足りないんすよね。岩場。デスマスク。この人セイントセイヤのデスマスクかな。誰にしようかな。ポンコツとか。これなんだ、黒い光の刃みたいな。こっちのティナの方があれですよね、スーパーサイヤ人2ですよね、多分。なんで、このスーパーサイヤ人2のティナを連れてきますか。まあ、ティナはもうなんか魔法あるんで。くっ、なんだ、どうした、ラスウェル。ラスウェル、やっぱりお前、まだ体調が。あ、少し疲労が溜まってきたようだ。だが心配はいらない。フィーナもこの暑さに耐えているはずだからな。あ、それはそうだけど。てか、それはさ、ラスウェルが水を飲まない、自分の体調管理がなってないだけだろう。ティナ、何覚えてる？かなり普通だな。レベルがちょっとまだ低いのかな。
よし、行け。いやーでもなんかスーパーサイヤ人2かっこいいな。いや俺もちょっとスーパーサイヤ人の壁越えたいな早く。しかしそのスーパーサイヤ人の壁を越えるにはアイテムが足りん。まあ、レインとナスよりはな、なんか剣に木をまとっただけだからな。自分自身に木をまとってるわけじゃないから。アンドリムどうしようかな。魔法しか使わないから、まあこのままサングラスかけとくか。砂漠は眩しいからな。ウォタラ、こいつら何に弱いんだろう。ちょっと見てみようかな。ライブラで先にライブラをかけよう。ライブラってボスにも効くのかな。あ、効いてたな、そういえば。風に弱いんだ。エアロラだな。誰か覚えてたよね。ラスベルだっけ。よし、弱点が分かった。いけ。おお、まあ、結構当たった気がする。あとはこのまま始末していく。ストーンって完全にそこら辺の石投げてるだけだよな。魔法と言えるのか。誰かミスったな。あ、アンゼルムだ。サングラスをかけていたのがアダになったか。やっぱりクルルのヒットポイントが低いな。ルナもな、ヒットポイントとしては低いよな。魔法キャラではないけど。お、バルチャーが出てきた。ここはフロストシュートを使おう。バルチャーの弱点も見とくか。まずはライブラ。きちんとこういう情報を手に入れて、今の時代情報戦ですからね。風に弱い。いいね。ここは風に弱いんだ、みんな。エアロラ。アンゼルムってエアロラ覚えてたっけ？あ、あるあるある。使ってこう。ティナはファイラしかないからな。よし、行け。今回いいんじゃない？おら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 。どうなんだ。よくわからん。もう一回やろうとしたら攻撃しちゃった、普通に。おいおいおい、マジか。微妙に残るパターンか。次アンゼルム、ちょっとケアルラ唱えようかな。なんか変な本落としたな。あの本あんまり見たことないな。いやー、まだ普通に続くな、これ。4戦のくせに。長い、戦いが。サンダラの。デザートサハギンはな、エアロラじゃなくてサンダラに弱そうだけど。まあ、いいか。ルナティックボイス。お前らは寝てろ。寝た。よし。じゃあ、あとは。上のやつをゆっくり始末して、なんか誰か1って出てなかった。誰かの攻撃、誰だ。コソ泥をつっついて起こしてしまった。クリルの攻撃は弱えのか。盗賊だ、ラスベル。ようやく盗賊を見つけたぞ。よし、絶対に逃がすな。だってさ、戦闘しながら来てんのにさ、よく見つけられたよな。盗賊も戦いながら来てたのかな。普通逃げるよね、こんなめんどくさい戦いしないで。お、ランクが上がった。体力が回復した。やったやった、このままいける。ラピスも100個手に入れたし。いや、一回休まないといけないかなと思ったけど、そのままいけそうなんで、このままガンガン攻める。ってことは次がボス戦か。バトル数書いてあんじゃん、4って。誰を連れてこう。ここは重要だぞ。エドガーはね、あの機械オートボウガン的なものがあるんで、一応全体攻撃ができると思うんすよ。どうしようかな。なんかこれっていうのはいねえな。そういうのも見越して
取っておいた方がいいかな。この人超気になる。一番上のセリアスとかいうやつ一回も使ったことないから、まあ、いやちょっと安全にエドガーで行こう。バイオブラスターとか覚えてればいいけど、おっバチリスクが出てきた。ちょっとクルルのライブラをかけよう。先にしっかりと弱点をついて効率よく戦闘を進めていこう。ブリザラに弱い。 OK。 まあこいつウォーターしかないからな。ブリザラといえばラスベリー。エドガン、おお、サンビームガンじゃん。ちょっと今回はオートボーガンでいきますか。エドガーもそう思うと結構使えるな。ルナって何にもないからな。もういまいち。うわ、石化にらみ。マジかよ。石化はちょっと辛いぞ。危ねえ。星3と星4の違いが分からないな、こうなってくると。うわ、また石化にらみか。危ねえ、危ねえ。ストナはアンゼルム覚えてたっけ。あれは悪魔の尻尾っぽい。デザートサハリンはどう考えてもサンダラだろう。エアロラをちょっと控えてみよう。サンダラ、ファイラ、ブリザラ、エドガーはオートボガー、ルナ何にもない。ライブラがあった。ルナにライブラを使わせよう。これからあれ今何に弱かった。あ、デザートサハギンだから、もしかしたらサンダーじゃないな、砂漠に出るサハギンだからね。弱点変わってるかもしれない。海に出るサハギンだったら絶対サンダラに弱いけど、砂漠に出るサハギンはサハギン亜種だからね。もしかしたらちょっと弱点が変わってるかもしれない。一応見てみよう。デザートサハギンにライブラ、意外に役立つな。ライブラ、あー氷だ。やっぱり亜種だったかこいつは。ウォーター、マックルルはサンダラしかないから。ファイヤーじゃねえ、ファイヤーじゃねえ、ファイラだよ。オートボーガンとゲッ、これはちょっともう一回魔法使うか。次が4戦目だから。うわ遅かった、ちょっと攻撃解除が。まあもうここまで来るとちょっと攻撃を仕掛けて、いや待て、こいつらがサングラスかけてるのはちょっとまずいぞ。クルルあったっけ。いやないな。ルナはあるね、なぜか。ん、こいつ、よし行け。やっぱ誰か1だ。エドガー1だやばい。てかエドガー回復してなくね。あれ84当たってる。なんかすげえ変なゼリー手に入れた。よーし、ボスバトル、コソ泥がいっぱいだ。所詮コソ泥だったのかよこいつら。お頭じゃあ君たちさ、まず寝ててくんないかな。まあ意味ないかもしれないけど、一応ライブラで見とこう。と待って、こいつはサンダラだ。ルナ、あフロストシュート使えるけど、まあいいや。人間族だからな、弱点はなさそうだけど。人系、石が向こうで他効くな。サンビーム唱えよ、サンビーム。あとはグリザラとか、うまくいけば寝てくれんねん。やっぱりそうするとアンデルムバブルシャワー使おう。よし行け、
おお、めっちゃ寝た。めっちゃ寝たけど攻撃したから起きたよ。黒叩き。うわー、マジかマジかマジか。ちょっと、神羅万象で、リジェネをかけつつ、まあ、あとは、全体攻撃だな。おーとととと、と、違う違う。これ、キャンセルとかどうやるんだろう。エドガーはちょっとまた3ビームでいいや。オラ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 、なんかもう制限が溜まったな。いや、やられた。クルルがやられた。マジかよ。クルルよ、お前の死は無駄にしない。ありゃりゃ、攻撃しちゃった。レインは、あ、そうだ、ルナティックボイスでいいんだ。これルナティックボイス最後にやった方がいいな、そうすると。まあ狙っとこう。で、ほいほいほいと。すべての攻撃が終わった後にルナティックボイスを発動する。発動せよ、ルナティックボイス。てか、寝てくれればそれでいいんだけど。寝ない。まあ倒したからいいや。お、ポーションも使ってきた。200か。そこそこ回復するな。まあ、でもそろそろ勝負はつきそうだな。これも使っちゃおう。よし、これは全員殲滅したか。クルルという犠牲の名のもとに盗賊団は壊滅したのであった。これはなんだ、戦闘不能って別に死亡してるわけじゃないよね。オッケー。あ、これこれこれ、光の石塊。まあ1個しか手に入んなかったけど、これがね欲しいんすよ今。こんな格好じゃなかったぞ。あの盗賊、こっちで見る方がイケメンだな。さて、お前たちのアジトの場所を話してもらおうか。これ以上痛いのは嫌だろ。さあどうする、盗賊よ。さっさと白状した方がいい。でないと痛い目では済まなくなるぞ。わ、わかったよ。話す、話すからもう勘弁してくれ。それならいい。早く喋れ。おい、ラセル。おい、レイン、バカか。お前、背中向けんじゃねえよ。顔色が悪いぞ。本当に大丈夫か。だから大丈夫だと言っているだろう。なんでお前も背中向けるんだよ。お前は俺の心配より、フィーナの心配をしていろ。え、アジトのありか聞いたの、結局。あ、ああ。いや、この盗賊もアホだね。背中を向けた瞬間攻撃して逃げればいいのに。はい、というところで砂漠の入り口のところが終了したので、また次回やっていこうと思います。ちょっと、そうか、その前にレインが進化できるかどうか、それだけ見ましょう。ユニット、あとね1個くらい足んないと思うんだよね。あー、1個足んないわ。なんでまあちょっとなんかレベルとか上げてるときに光の石塊を手に入れたら、まあ進化させようと思うので、じゃあ今回これで終了します。